ハドリアヌス一世は、8世紀後半のローマ教皇、ローマ生まれ。カール大帝とローマ教皇ハドリアヌス一世773年、ハドリアヌス一世は、フランク王国の王カール一世に援軍を要請した。当時のローマは、北イタリアのランゴバルド王国に脅かされていた。カールは直ちに、アルプス山脈を越えて、イタリアに攻め込み、翌774年には、 ランゴバルドの首都パビアを占領した。そして、デシュデリウス王を捕虜としてその丘陵を握り、自ら、ランゴバルド王を兼ねると、不応称ピピンに習って、中部イタリアの地を、教皇ハドリアヌスに寄進した。786年に、アミアン司教オルクが、ハドリアヌス一世に当てた書簡の中に、教会会議において、ラテン語とティーディスカスによって、決定事項が読み上げられたとの言葉がある。 死学では、この語をめぐって一時期議論が沸き起こったことがあった。この語は、ゲルマン語の t ドマイナスに、出生、起源、所属を示す設備ジエスカがついており、意味は、民衆の、民衆に属するという風になる。これが、ドイツ語を表す語の発令だという、ありがとうございます。